旭原商業分線、先日ですね、一次予選がすべて終了いたしまして、二次予選の抽選を先日行いました。この結果、二次予選がですね、間もなく始まるんですけれども、今回の配信では、この二次予選の抽選結果を、発表していきたいと思います。一緒にこの配信をお届けするのは、朝日新聞将棋担当の村瀬と、北野記者です。北野記者よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。朝日杯一次予選、そうですね、7月から、行ってきたんですけれども、プロとアマチュアの対決ですとか、若手の活躍、ベテランの、活躍などですね、いろんな、対局があったんですけれども、早速なんですけど、北野記者何か、朝日杯の取材でですね、印象に残ったこととか、はい、もし、一次予選の中であれば、何か一つちょっと教えてもらえますか？そうですね、やはり、自分は初めて朝日杯の一次予選からの取材をするってことを、自体あんまり今まで経験なかったんですけど、やっぱりアマチュアの方が代表10人ですかね、やっぱり登場されるので、それがやっぱり一番、面白いし、なんか、個性的な、棋戦だなというのを感じますね、やっぱり。やっぱり活躍しますし、今年はなんかいろんな出来事もありましたし、そこの構造が非常に面白い棋戦であることを、肌で感じた一次予選だったという感じですね。はい。はい。ありがとうございます。今少しお話ありましたけれども、この朝日杯一次予選ではですね、プロがもちろん、戦うのが、それ、中心なんですけれども、このアマチュアの活躍も今季は非常に目立ちまして、その中でも小山怜央さんがですね、一次予選を突破ということがありました。この二次予選の抽選の中ではですね、この小山さんがどこに入るのか、誰と対戦するのかというところも注目の一つになろうかと思います。はい。それではですね、早速、この8つのブロックがあるんですけれども、それを順に組み合わせをですね、見ていきたいと思います。まず A ブロックを見ていきたいと思います。A ブロックの表をお願いします。はい。A ブロックはこのような、対戦となっております。早速羽生九段の名前が、羽生善治九段の名前が。いきなりレジェンド来ましたね。はい。はい、羽生九段はですね、順位戦上位だというのもあるんですけれども、永世称号の資格保持者という基準でですね、二次予選からのシードとなっています。そしてもう一人のシードが青嶋六段です。青嶋六段は、前回の二次予選を勝ち抜いて本戦出場したという、理由でですね、二次予選のシードとなっています。そして、長谷部四段と三枚堂七段は一次予選から勝ち抜いて、ここまでたどり着きました。はい。北野さん、はい、この組み合わせご覧になってどんな印象でしょうか？そうですね。いきなりまず羽生九段が、登場するというところで、他の皆さんも若手と言っていいと思うんですが、そこで、羽生九段が突破なるかというところがやっぱり、シンプルに気になるところですね。今期、順位戦は少し、最近、負けが先行してますけれども、今期の状態としては非常にいいと思うので、その羽生九段の活躍はどうかというのが一番、間違いなく一番重要なポイントのブロックかなと思います。はい。初戦が、長谷部四段ということで、長谷部四段はですね、そうですね、結構居飛車党の、若手の一人だと思うんですけれども、ちょっと対戦、お二人の対戦記憶ないので、ちょっとどんな将棋になるのか楽しみだなと思っています。確かね、王位戦、王位リーグ前期ですかね。そうですね。ありましたよね。確かに羽生九段勝ちだったと思うんですけど、相掛かりかなんかで。そうですね、失礼します。はい。そうですね。そこが、なんか、それの再戦というね、ちょっと時間もそんなに空いてないですし、はい。そこでのどういう工夫をしていくのかっていうのも、両者、注目だなというところですかね。そうですね。はい、第62期の王位戦で対戦していますね。だから、対局は去年でしょうかね。そうですね。あったようですね。はい。
どういう対局になるか注目です。そして、まあ、三枚堂七段と青島六段、まあ、青島六段は結構あの振り飛車も入り飛車もやるというところで、どんな将棋になるかというところですけれども、今オールラウンダー、純粋オールラウンダー少ないですけど、まさにそうですからね、青島さんは。はい、ここは楽しみですよね。三枚堂七段はあの、まあ、鋭い居飛車党っていう感じで、まあそうですね、まあ、三枚堂七段が攻めるのかなっていう、まあ、勝手な印象ですけど、はい、まあ、攻め将棋、攻め将棋のイメージですよね。はい、そうですね、青島六段が、まあ、振り飛車をやるとしたら、まあ、どんな対抗形になるのかなっていうのがちょっと一つの注目ポイントと言えるかもしれません。うん、はい、三枚堂七段はそうですね、先日そうですね、あの朝日杯の一次予選の最後には、あの、斉藤明日斗、五段ですね、斉藤明日斗五段に勝って、あの、二次予選進出を決めたということで。そうでしたね。はい、あの斉藤、五段好調の、若手売り出しの斉藤五段を破って、まあ三枚堂パッション明日斗を破ってのね、はい、あの三枚堂七段ももちろん、はい、あの、若い方だと思うんですけれども、うん、ちょっとそのあたり、そういう勢いが、そうですね、二次予選でどうなるかというところがちょっと注目の一つかなと思います。はい、はい、この A ブロックは以上となります。はい、それではですね、続いて、B ブロックに行きたいと思います。 B ブロックの表をお願いします。はい、出た。こちらもまた、いきなり、この森内九段、佐藤康光九段という、まあ、羽生九段に続いて、この同じ世代のですね、3人の名前、いきなり登場している。もう現状8人中3人、島県っていう、この豪華感、半端ないですね。はい、念のため説明いたしますと、森内九段と佐藤康光九段は、はい、この永世、称号資格保持者ということで、今回シードとなっています。そして、増田康弘六段と宮田篤史七段の二人は、一次予選から勝ち抜きました。はい。まあ、ここもそうですね、どのような、対戦になるか、というところですけれども、まあ、森内九段は、この朝日杯では決勝進出の経験も、うん、ありまして、まあ、増田六段との対戦ということですけれども、まあそうですね、森内九段というと、まあ、やはりこの重厚な受け、がっちり相手の攻めを受け止めるというような印象もありまして、まあ、増田六段は結構そうですね、まあ、手厚い将棋かなと思うんですけど、やっぱり最近の風潮というか、結構積極的な攻めの印象もあるので、結構なんか本格的なじっくりした戦いになるのかなという、印象がありますね。なんか森内九段はなんか長い持ち時間ってイメージがずっとありましたけど、まあ安倍間さんのねトーナメントとかでも証明しているように、早指しをめちゃくちゃ強いですしね。そうですね。そのあたりがしかも最近は好調でもらっしゃると思うので、はい、増田さんとどう戦うかっていうのが注目ですね。はい、そうですね。森内九段はやはり NHK 杯とかでも、早指しの NHK 杯でも優勝経験があるということで、でね、この増田六段との対戦、どんな将棋になるのか、注目ですね。うん、増田六段はですね、まあ、ちょっと振り返りますと、先崎九段、井田、四段、及川、七段に勝って、二次予選進出と、いうことで、うん、まあ、やはりこう、若手実力者の、らしく、まあ、勝ち上がったなという印象ですね。はい。なんか最近、充実して安定している印象ありますよね。そうですね。なんていうか、ちょっと、まあ、失礼かもしれないですけど、以前はなんかこう、取りこぼすというか、ちょっとこう、負けるときはこう、コロッと負けてしまうようなイメージがちょっとなくはなかったですけど、はい、なんかトレーニングの影響なのか、心身とも充実してるという印象はすごい受けますよね。なんか、はい、はい、そうですね、この順位戦でもですね、まあ、今現状3勝1敗で、まあ、B 級2組2期目で、昇級を狙うというところで、どのような、
この朝日杯でどのような活躍を見せるかというのもちょっと注目かなと思います。まあ、増田さんは若干心配なのはNBA のシーズンが11月に始まりますので、はい、それをに NBA 大好きな方なのでなんかそれを見たりして研究時間が減らないかなという、まあ、これはすみません冗談です、はい、冗談ですがそんなこともあったりします。はいはい、そのバスケットボールが、まあ、見るのが好きということですかね、増田六段は。見るのが好きなんですよね。しかもなんかちょっと普通じゃないんですよ、見方が。ああ、なるほど。まあ、NBA ファンとか、まあ、いるじゃないですか。まあ、豊島さん、はい、豊島九段とかもそうですけれども、まあ、いわゆるこの選手が好き、このチームが好きとかじゃなくて、はい、そのなんというか、そのチームをどういうふうにマネジメントして、いいチームにしていくかとか、そのなんか GM とかが好きとかそういう思考を持ってるんですよ。なるほどなるほど。はい。そのなんかちょっとすごく面白い方ですね。そういうなんかちょっとまた改めてそういう話もね。すみませんちょっとめちゃめちゃそれちゃいましたけど。はい。思いますね。はい。そして、もう一山が佐藤康光九段と宮田篤七段ということで、宮田七段はですね、今回、ですね、真田八段、そしてアマチュアの川島さん、学生名人の川島アマ、そして、一次予選決勝では行方九段に勝って、二次予選進出と、なりました。はい。まあ、佐藤九段は、まあ、そうですね、まあ、この、衛星称号資格保持者、まあ、衛星規制の、称号を持っていると、資格を持っているということで、まあ、順位戦のクラスも別々ですし、ちょっと、あまり最近対戦したかなという感じなので、ちょっとどんな将棋になるか、興味深いですけど、まあ、宮田七段、居飛車党かなと思うんですけど、佐藤九段が、まあ、結構、居飛車もやります、振り飛車もやりますみたいな感じなんで、まあちょっと何が出るかなという感じですね。はい。なんか、はい、宮田さんに関しては、川島アマが敗れてしまったじゃないですか。はい、川島さんにその将棋の後直後にいろいろ伺ったんですけども。やっぱりなんかプロってすごいですねみたいな感じですんごいおっしゃっていて、うん、いやなんかやっぱり対局感優れまくっているし、なんかそれを負けた後なのに川島さんが嬉しある種そういう技術に触れることができて嬉しいっていうような感じで話していたのが印象的で、まあなんか宮田さんといえばスーパーアツシ君って異名もあるぐらい、まあ、終盤力の、はい、鋭さもありますし、なんかそういう充実感も今最近あるのかなというところがあるので、なんかそういうところも、佐藤九段の力戦といかに、対峙していくかというのは、なんか楽しみだなと思いますけど、はい。はい、そうですね。まあ、まずはそのどんな戦法になるかというところから注目という感じでしょうか。はい。以上が B ブロックになります。はい。それでは続いて、C ブロックに行きたいと思います。C ブロックの表をお願いします。はい。こちら、が C ブロックです。ここはですね、まあ、シードの2人が、屋敷信之九段と佐々木勇気七段と、いうことで、まあ、この2人は順位戦で B 級1組に所属しているので、順位戦のクラスの上位者ということで、今回、二次予選からとなります。はい。そして、そうですね、まあ、屋敷九段の相手は鈴木大輔九段と、いうことで、まあ、鈴木九段は、一次予選でですね、高野智六段、そして上野六段と、瀬川六段ですね。はい。に勝ってですね、この二次予選進出を決めたんですけれども、まあ、一次予選でもやはり得意の振り飛車で、まあ、勝ち上がったと、いうことで、まあ、瀬川六段との将棋も、瀬川六段にチャンスがあるのかなってところもあったんですけど、なんかこう、振り飛車らしい、まあ、豪快な指し方で勝っていたと記憶していますが、
まあ、そして、屋敷九段との対戦ということで、まあ、これもやっぱり居飛車対振り飛車になるのかなというところ。なるでしょうね。はい。はい。うん、屋敷九段も、この二次予選勝ち抜いての本戦出場が何度もあるので、うん、まあ、また、その上位進出なるかというところですけれども、まあ、結構屋敷九段、そうですね、まあ、やっぱり、まあ、対抗系、まあ、結構ね、なんとか、こう、賢人気づいて居飛車穴熊とか、そういう感じなのかなと思いますけれども、はい。屋敷九段も、早指し、まあ、その本戦進出あるように得意ですから、鈴木九段もなんといっても NHK 杯優勝ということで。そうですね。はい。なんか早見えの2人って感じはしますよね、なんかすごい。そうですね。そのあたりが見どころ、でしょうか。まあ、まず多分、飛車対振り飛車になるでしょうか。飛車と特に必見の一戦かもしれません。なりそうですね。はい。はい、そして、千葉七段と佐々木勇気七段。千葉七段はですね、近藤誠也七段、横山、広明七段、そして、村中修司七段に勝って、二次予選進出と、いうことになりました。まあ、千葉七段は順位戦のクラスは C 級1組なんですけれども、この近藤七段と横山、七段は共に B 級1組ということで、まあそういう B 級1組の競合を破っての、この二次予選進出うそうですね、B1 を 連覇してるのですね、はい、ちなみに、なかなかこう、一般のファンの方はそこまで、お気づきにならないというか、まあ、分からないところだと思うんですけれども、この佐々木七段と屋敷九段は、もう B 級1組なんですけれども、まあ、近藤七段と、横山七段は、B 級1組なんだけどシードじゃないというのはですね、この順位の差で、このシードになるかどうかというところが、決まってまして、まあ、B 級1組も人数が多いので、この順位が上の方だとシードになるんだけども、ちょっとまあ、下の方だとならないとかですね、ちょっとそのあたりが、違いがあります。はい。いや、鬼の住処は実はね、あれ、そういう対応が変わることがあります。滝戦でもありますよね。なんか上位だからシードになるとか、ね、意外とそういう順列が一番ある順位戦の階級なのかなって最近思ったりしますけどね。はい、そういうのがあるので、やはり結構順位戦のクラスによって、うん、他の棋戦でもシードになるとかですね、そのあたりが結構変わってくるので、まあやはりこの上を目指そうと思うと一次予選から出ないといけないのか二次予選からなのかというのも結構大きな違いになってくるので、まあ、そのあたり、棋士の皆さんにとっては、やはり、まあ、気になると言いますか、まあ、やっぱその時々でですね、この、タイトル保持者が優勝したりすると、その分、重複するので、まあ、例えばこの B 級1組の順位の、1枚下の方が出られるとかですね、そういうような微妙な、ことが絡んでくるので、それはこう、年によって違うので、その棋士本人にとってもですね、自分が今回シードなのかどうかっていうのは、こう、表ができてみるまでちょっとわからないところがあるんですね。なるほど、なるほど。なので、そのあたりの違いが、まあ、この B 級1組の中であるということですね。はい。まあ、そしてこの千葉七段がこの B 級1組の棋士を連覇して、まあ決勝は村中七段だったんですけれども、また佐々木七段に、と対戦するということで、まあちょっとここもどういう将棋になるのか、まあおそらく相居飛車なんだと思うんですけれども。そうですね。はい。まあ角換わり、をやってるイメージが、佐々木七段とか特にありますけれども、はい。まあ相掛かりとかもあるかもしれない。まあありますよね、全然。なかなか読めないところですね。はい。はい。というところで、まあ、この左の組み合わせと右の組み合わせの勝者が本戦出場をかけて対戦するということになります。はい。千葉七段はね、最近、朝日新聞に、あ、はい。詰将棋を、寄稿していただいたりとか、そうですね。はい、大好評連載、過去多分、閉じるの、順序順位戦とかにもね、登場いただいているので、なんかやっぱちょっと気になるというかいう気持ちもやっぱありますね。はい、そうですね。はい、結構千葉七段も
そうですね。まあ、その順位戦のクラスは C 級1組なんですけれども、まあ、大リーグに入ったりとかですね。うん、結構、まあ、その、例えば挑戦者決定戦に行くとかまでではないですけれども、好成績を上げていることが、目立つ棋士なので、まあ、ちょっとこの朝日杯でも注目というところでしょう。そうですね。なんか名人に、なんかいい将棋で勝ったりとか。そうですね。物言って言ったらせいですけど、計り知れないところがありますからね、ちょっと楽しみだなというところですね。はい、はい。C ブロックは以上です。はい、続いて D ブロックをお願いします。はい。D ブロックはこのような顔ぶれになっています。ここはですね、こう、まあ、パッと見そうですね。結構、なんていうか、30代、40代の、棋士が、集まったなという感じで、まあ、ちょっと年齢差あるんですけれども、そうですね。ちょっとなかなか、こう、面白い組み合わせだな、味わい深いですよね。感じなんですけれども、まあ、飯島八段と佐藤慎也七段は、かつて、週刊将棋という、週刊の、将棋の新聞でですね、まあ、コンビを組んでいろいろ企画をやられてた二人だったというふうに記憶してますけれども、はい。いや、最近の将棋ファンの方って、深夜英二ってご存知なんですかね。どうなんでしょうね。いや、それ結構伺ってみたいぐらいですよね。はい。そうですね。一世を風靡したデュオこと、深夜英二。はい。まあ、佐藤七段というと、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、カツラをよく被って、大盤解説に登場されてたり、なんかつい先日も登場されてた記憶があるんですけれども、アベマさんの中継で。あ、そうでしたね。はい。まあ、その、いうことでもおなじみですけれども、まあ、なんというか、こう、ユーモア溢れるというかですね、結構、お話とか、こう、まあ、あえて言うとネタみたいなところが、面白い、ところがあるので、まあ、その飯島八段のですね、との掛け合いが、面白かったんですけれども、まあ、そのお二人が対戦するということで、はい。まあ、お二人とも、そうですね、居飛車党で、結構、多分お二人とも時間をじっくり使うタイプなんじゃないかと。そうですね。で、はい、なんか双方一分将棋の、こう、なんか終盤の熱戦とかになるんじゃないかなという、印象がありますね、なんとなく。はい。これ、密かに調べたところですね、過去の手合いで3勝、いや、7勝3敗で、佐藤七段がリードしてるんですよ。はい、そういうのも多分頭に入ってるでしょうから、菅八先生としても、負けられんなというところはあると思うので、そうですね。注目だなというところですね。でも佐藤さんもね、一次予選で、渡辺勝さんを決勝で負かしたりとか、はい、なんか充実してる感じ、印象もあるので、これは熱いカードですよね。はい。佐藤七段は、安倍コール七段、近藤、正和七段、渡辺和志五段に勝って、二次予選進出と。で、飯島八段とですね、まあ、もう一人、阿久津八段はですね、そうですね。前回二次予選を勝ち抜いて本戦出場ということで、まあ、今回二次予選シードと。そうですね。だからこの二次予選を勝ち抜くと、次も二次予選が出られるというような、まあ、基本的に、そういう、ルールがあるので、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、二次予選誰が勝ち抜くかというのも、ちょっとそういう意味では注目かなというところですね。はい。そして、まあ、阿久津八段と中村太地七段。まあ、ここも好取組だなというところですけれども、うん、お二人とも、鋭い将棋っていうイメージが。そうですね。まさに。はい。こう、なんか、こう、隙を見せると、ズバッとやられるみたいな、感じがあるので、ちょっとここも楽しみかなと思いますが、中村七段はですね、ちなみに、渡辺ひろむ六段、木村和樹九段、石井健太郎六段の三人に勝って、二次予選進出しています。木村九段勝ってますからね。そうですね。はい。はい、これも結構中村七段の研究がうまくいったというような将棋だったようですけれども。はい。この
二次予選でも注目です。いや、この2人実は関係性として小学生時代からの関係で、まあ、あの草野は先輩なんですけど、はい、八王子将棋クラブ、そうですね、羽生九段を輩出したまあ、出身道場が2人とも一緒で、まあ、大地さんなんかで、はい、よくその仰ぎ見る存在というか上の世代で、なんかやっぱキラキラしてたみたいで、阿久さんとかの存在というものが、はい、だからこうなりたいっていう風な上の人として、もう小学校時代からあった人なんですよね。だからそういうなんかこうことに思いを馳せながら対局とか見るとまた味わいが違うので、そういう見方もしていただけると面白いかなという気がします。八王子将棋クラブも今もうちょっと、はい、なんて言うんでしょう、閉所というか、あ、そうですね、してしまいましたもんね、まあ、閉業してしまったので、ちょっと、はい、まあ、そういう意味では、まあ、そうですね、その二人がこう腕を磨いたところでちょっとなくなってしまったんですけれども、うん、まあ、そういう、もうこの二人だと7歳、6歳差ぐらいですかね、ですけど、まあ、ちょっとそういうつながりが。そうですね、はい。ね、はい。分かりました。それではまあこれが D ブロックですね。はい。そしてじゃあ D ブロックはここまでです。はい。続いて E ブロックをお願いします。はい。E ブロック出ますか。はい。出ました。はい、出ました。はい。これは出ましたね。これは。小山レオンですね。はい。千田七段と対戦することになります。はい、そして隣は、広瀬八段と、石田直弘五段ということで、まあ、広瀬八段はまさに竜王戦、藤井聡太、竜王に、挑戦という中で、その、戦いの一方で、まあ、この朝日杯では、二次予選から登場ということになります。広瀬八段と、千田七段は2人とも、まあ、順位戦上位ということで、まあ、広瀬八段は A 級、千田七段は B 級1組ですけれども、順位戦上位ということでシードとなっています。そして改めてですが、小山、レオさんは、岡部レオ四段、戸部誠七段、中川大輔八段、井出純平五段の4人に勝って、この二次予選進出を果たしました。まあ、この二次予選進出はアマチュアでは3人目ということで、うん、まあ大変な、まあ回答なんですけれども、まあ一方で、この棋士編入試験の、受験資格を獲得と、中川八段に勝って、獲得ということになって、その試験の、動向も、まあ注目されると。まあその一方で、この朝日杯でもどこまで行くかというところですね。ちょうど時期は重なってきますよね。多分編入試験の、1局目、2局目ぐらいは、そうですね。この時期とあるんでしょうかね。はい。はい、この二次予選が、まあそうですね、10月から11月、まあひょっとしたら12月になるのかもしれないんですけれども、というところですね、まあちょっとそのどこかで、はい、やるということで、まあ、この、そうですね、編入試験が、まあ11月から始まることになっているので、まあ、並行して、戦っていくと、まあ、この二次予選でもし、そうですね、千田七段に勝つようなことになると、本当に、なんて言うんでしょう、まあ、試験を受けている一方で、そこまで強い棋士だったら、プロでもいいんじゃないかと思っちゃうぐらいですけど、議論が生まれるやつですよね、はい。まあ、試験はもちろん、ちゃんと、受けないといけないということで、まあ、本当にこう、なんて言うんでしょう。あそこでもこちらでもこう注目ということになりそうですね。そうですね。まあ、千田さんはまあ強いですからね。はい、大きな壁になることは間違いないですけど、どう戦うか戦えるかというところでしょうか。はい。まあ、千田七段に先日、この抽選の後、ちょっと会ってですね、小山さんと対戦決まりましたって、ちょっと顔が、表情が、こう、曇ってたような、見えますけれども、
結構千田七段も過去アマチュアとの対戦がまあ何度かあるようなんですけど、結構あの強い相手と当たることが多くて、はい、また強いアマチュアと当たったなというふうに感じているようですね。うん、はい。まあ、千田七段はそうですね、これは忘れちゃいけませんけど、この、旭杯優勝経験者。優勝経験者ですからね。そうですね、そんな、立場でですね、今回二次予選からなんですけれども、このアマチュアと対戦することになるということで、どんな戦いになるのかなと、ちょっと注目ですね。それこそ藤井五冠をね、に勝っての、現五冠を冠に勝ってのは優勝でしたからね、準決勝ですかね。そうですね。っていうレベルの棋士っていうことですからね。はい。はい、藤井竜王は、そうですね、この旭杯では3回優勝していまして、負けた相手が、この千田七段、準決勝で千田七段と、はい、あと前回の、本戦2回戦での永瀬王座。まだ2回しか負けてないっていうけど、その恐ろしや、はい、1人ということですね。はい。そして、広瀬八段と、石田五段、この2人ですけれども、石田五段はですね、好調なんですよね、石田さんがまた。そうですね。はい、石田五段は勝又七段、中田博樹八段、隣龍馬七段に勝って、二次予選進出と。ということで、はい。はい、そうですね。隣、七段との将棋が相掛かりの将棋だったと思うんですけれども、結構途中からリードを奪ったんじゃないですかね、おそらく。なんかいい内容で勝たれてるなというふうに思いましたけれど、はい。そうですね。まだこの旭杯で上進出ってところまではなかったと思うんですけれども、結構この、なんて言うんでしょう。こう、やっぱり、すごく上位進出っていうのが多いわけじゃないですけども、なんかこう力のある将棋というかですね。確か、加古川清流戦の優勝経験がありましたね。あ、そうですよね。はい。そういうことで、第何回だろうな。第4回で優勝されて、第4期か。第4期で優勝されて、いるようなんですけれども。そうですね。居飛車党の結構鋭い将棋とかも得意な、タイプで、はい、今回、広瀬八段ということで、広瀬八段も鋭さがやはり、持ち味だと思うので。鬼のように鋭いですからね。はい。ちょっとどんな将棋になるのかなというのがちょっと楽しみですね。石田さんは確か先週でしたか、伊藤匠五段にも勝っていましたし、はい、なんか、そうですね。最近充実してるなという印象は何か受け向けるところありますね。はい。そうですね。西田さん、だからな、伊藤五段に勝ったのは、あれは何戦でしたかね。叡王戦ですね。第4戦ですかね。はい。うん、そうですね。うん、で、勝たれていてということで、はい。ちょっとそのあたりも、この、旭杯では広瀬八段と対戦するということで注目ですね。そうですね。はい。でも可能性論としてですけど、はい、竜王戦進行中の竜王挑戦者とアマチュアが指すということに仮にですけどね、なったらなかなかの構図ですよね、それ。そうですね。いや、凄まじいことだなと思いますからね。それは決して起こり得ないことではないってところまで来てることがなんかこうワクワクというか大変なことになるなっていう感じはしますよね。はい。小山さんは一次予選を勝ち抜いた後に、二次予選だからこそ当たる相手と当たるんだろうっていうことをおっしゃってたんですけれども、うん、やはりこの、今回実際対戦するのは千田七段ということで、うん、まさに、さすが二次予選というような、このブロックに入ったなという印象ですね。はい。でも明らかになんというか、小山さんのこれまでの、対棋士戦、公式戦での充実ぶりと、この一次予選の充実ってやっぱり、もう、何かが、違うので、そこはやっぱり、大きな夢を持ってる人の、その、強さっていうか、この朝日杯は棋士になるための、棋戦では現状、
まあ、権利を取るという意味ではものすごく大きな意味を持った棋戦になりましたけれども、これがあればあれですけど、やっぱそこの、まあ、あの夢を抱いた人の強さみたいなものにはまだまだ続きがあるって可能性もあるので、そういう姿を見たいなという、ちょうどね、あの並行して行われますし、そういうところでも見ていきたいなという気がしますね。はい、はい、まあ、まさにこのアマチュアがトーナメントに参加するというのは、まあ、当たり前のことなんですけども、勝ち続けていればどんどん上に行けるかもしれないということで、うん、まあ、ちょっと夢が広がっているというか、まあ、夢の途中というような感じの、この二次予選ということになるんじゃないでしょうか。朝日杯ドリームですよね、もう。そうですね。信号。はい、もう今までも言われてたかもしれないですけど、はい、だからアマチュアがたくさん出てね、そうやっぱ勝ち続ければ、あのチャンスが生まれてくるっていうのは、なんかいいですよね。はい。で、こちらが E ブロックです。E ブロックでございます。はい。はい。はい、続いて、F ブロックを見ていきたいと思います。はい。はい、この F ブロックからですね、このちょっと左の3人にはあの赤い棒が引いてあるんですけれども、これが、あの関西の棋士と、関西総本部、の関西本部の棋士所属の棋士ということですね。はい、まずシードが、梶浦七段と山崎八段なんですけれども、梶浦七段は前回二次予選を勝ち抜いたということでシードになっています。山崎八段は順位戦の上位ということでシードになっています。はい、では梶浦七段が、まあ、出口六段と対戦するということで、まあ、この出口六段がそうですね、出口六段は安養寺七段、今泉五段、黒田五段に勝ってこの、二次予選に進出を決めました。はい、まあ、出口六段というとやはり今年はあの叡王戦ですね、叡王戦でタイトル戦挑戦となりましたからね、いうことで、はい、まあ、もう一躍注目棋士の一人になったと、はい、いうことだと思うんですけれども、まあ、この朝日杯でも強さを発揮して、うん、この、そうですね、二次予選まで進んできたということで、まあ、一方で梶浦七段も本当に、まあ、特に昨年ですかね、昨年一昨年ですかね、竜王戦で、うん、かなり勝ち上がって、いったということで、まあ、年齢で言うと、同じぐらいの年だと思うんですけど。あ、そうですね。はい。まあ、東西の違いはありますけれども、まあ、やはり、またさらにこう、この、何かの一つのきっかけでですね、大爆発をさらにするかもしれないというような。いや、そういう、なんか、そういうものを秘めた二人ですよね。どこまで行くかわからないというか。そうですね。密かに新婚さん対決という側面もある一曲でもあったりしますね。なるほど。なんのこっちゃですけど、はい、はい。そうですね。わかりました。はい。そして。強豪ですよ、二人はもう。はい。そうですね。まあ、20代半ばということだと思うんですけども、このあたりの世代のうち、まあ、いつの時代もそうだと思うんですけど、若手、そのライバルも多い間柄だと思うんですけれども、まあ、そういう中では結構実績がすでにある、お二人だと思うんですけれども、まあ、さらに積み上げられるかっていうようなところでしょうね。はい。そして、山崎八段と矢倉七段ということで、矢倉七段は一次予選から、勝ち抜いてきたのですが、横山四段、中村亮介六段、沢田慎吾七段に勝って、この二次予選に進出と、いうことだったんですけれども、まあ、やはりこの沢田七段は、まあ、B 級1組所属ということで、まあ、強豪を破ってのね。強豪を破って、この二次予選進出と、ね、はい、いうことですね。はい。まあ、まあ、山崎八段は、まあ、当然、まあ、今年も竜王戦に挑戦者決定戦に進出したということで、まあ、矢倉七段、まあ、振り飛車が得意なんですけども、山崎八段がとの対戦でどういう将棋になるかっていうのがちょっとまた、そうですね。なかなか読めないところですね。はい。はい。早指しの世界でね、どういう表現があるかというか、それが楽しみですね、山崎さんは。はい。はい。
この朝日杯二次予選になるとですね、おそらく大体モバイル中継があると思うんですけれども、だから、まあ、山瀬八段はいつもそうだと思うんですけど、出だしからどんな勝負になるか注目っていう感じでしょうかね。うん、はい。振り飛車もありますからね、最近は四間飛車とか。そうですね。もう何が出てくるのかっていうところですけど。結構相振り飛車みたいな感じなんだけれども、はい、でもなんか相振り飛車とも言い切れないような謎の戦型みたいな。すごいですよね。あるかもしれないですね。はい。はい。こちらが、ABCD、F ブロックですね。F ブロックです。うん、はい。はい。そして、G ブロックですかね、次が。はい。G ブロックをお願いします。はい。こちらが G ブロックです。これもちょっと、はい。ここはですね、もう上位者 VS 若手みたいな構図になってます。そうですね。若手実力者ですよね。はい、久保九段と斎藤八段。久保九段はですね、まあ、順位戦は、もう B 級1組ではあるんですけれども、前回二次予選を勝ち抜いたということで今回シードされています。斎藤八段は、まあ順位戦上位ということでシードですね。そして古賀四段は、今回は、一次予選で、福間間、小森五段、池永五段、西川六段に勝って、二次予選進出ということで、まあ、この初戦アマチュアと対戦しているということで、まあ、まだ四段になって日が浅い、ということで、もうすぐ2年とかですかね。あ、そうですね。もう2年経ったのかな、うん、2年経った、ちょうど2年経ったぐらいだと思うんですけれども、アマチュアと対戦すると、その一番下からの、勝ち上がりになるので、まあ、4連勝が必要なんですけれども、まあ、4連勝の中でも、まあ、小森五段、池永五段、西川六段というその関西の実力のある棋士を破って進出となりました。はい。まあ、久保九段との対戦、そうですね。まあ、結構一乗戦から振り飛車党の対戦が多かったんですけれども、ちょっと久保九段も振り飛車党ということで、ちょっとどんな将棋になるのか。そうですね。久保九段も振り飛車党といってもいろんな振り飛車をやるので。うん、そうですね。そういう意味でも、まず作戦選択から注目ですかね。久保九段もね、最近、娘さんの、あ、そうですね。女流棋士デビューを発表されましたし、まあ、新しいモチベーションになることは間違いないと思うので、そういったところも、久保先生のね、戦いぶりというのは、なんか、注目したいなというところですね。絶対ね、パパを見とけよじゃないですけども、そういう要素って絶対どっかしらにあるとは思うので、何かそういうところもなんか注目だなというところでしょうか。はい。久保九段の娘さんも翔子さんですか。翔子さん、はい。久保翔子さんも振り飛車党ということで、やはり、そうですね、お父様のこの振り飛車憧れているのかなと。まあ、憧れているのはやはりそのアマチュアの、多くのアマチュアの方もそうなんじゃないかと思うんですけれども、ちょっとどんな勝負になるのか楽しみですね。そのお手本を示すかっていうところですよね。はい。やっぱり、久保九段のやっぱり振り飛車はやっぱり、その美しさっていうか、そういうところをね、アマチュアも憧れたり、まあ、翔子さんもおそらくそういう思いがあるでしょうから、なんか、どういう将棋になるかなというところでしょうか。はい。はい。そして、斎藤八段と徳田四段の対戦ということで、まあ、そうですね、徳田四段はですね、山崎山、脇九段、井上九段、阿部隆九段と、まあ、九段、そうですね、アマチュア、うん、山崎山が勝った後は、まあ、九段3人、このベテラン3人、経験豊富なベテランを、はい。勝って勝ち上がってきたということですね。まあ、徳田四段は、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、4月に、プロになってからも、まあ、もう、そうです。破竹の勢いで勝ちまくっていると、いうことで。19勝いっぱいですよ、19勝いっぱい。はい、はい、そうですね。勝率9割5分ですよ。そうですね。
これは、まあ、デビュー29勝0敗の人いたじゃんって言わないでくださいってところなんですけど、19勝1敗は、まあ、新四段って全員強くて、活躍しますけど、19勝1敗はやっぱりちょっと、特別だぞっていう印象はやっぱり受けますよね。里見香奈さんのね、棋士編入試験第1局も、はい、あれも素晴らしいハイレベルな将棋で鑑賞したという印象でしたし、充実してるなっていう印象が、まあ、充実してるなどころじゃないですよね。いう人かなとは、まあ、みんな見てると思いますね。将棋界の、棋士間でもそういうふうな見なされ方をどんどんされて始めてるかなっていう印象ありますよね。そうですね、このやはりここまで勝ってるとですね、いろいろ、上位まで進出している棋戦もあって、加古川青龍戦では決勝3番勝負を戦うことになって、いますし、まあ、相手は奨励会三段の斎藤佑樹三段でして、そうですね、まあ、あと、まあ、王位戦など叡王戦などでも勝ち上がっているので、まあ、そのあたりでもどこまでいくかというところですけれども、この朝日杯では、なんと斎藤八段となんとですねいうことで、まあ、そのなんといっても 2期連続で名人戦の挑戦者になった斎藤八段と どんな将棋になるのかということで、はい、まあ、対A級棋士では初めてですよね、徳田さんは。ああ、そうですね、ではかなと思いますよね、はい。まあ、同じ関西同士でありますけれども、やはり勝ち上がっていかないと、やはりこういう A 級棋士とかとはなかなか対戦できないですから、やはりそういうところと当たって、どういう将棋を指すのかというところが、やっぱりちょっと一つ注目かなというところですね。はい、あ、そっか、そういえば斎藤八段、徳田四段は、今年は名人戦第4局の記録係をちょうど。勤めて、そうでした ね, そ, したね、そうだそうだ、はい、ちょうどだから斎藤八段と同じ部屋で、まあ、私たちも同じでしたけど、夕食の会もあったような記憶が、そうでしたね、目の前で座ってご飯食べてましたね、だからその時は名人戦の挑戦者記録係という間柄でしたけれども、はい、まあその2人がこの朝日杯では対局者として対戦するということで、まあ、徳田四段もそうですね。まあ、まあもちろん、勝っていけば、こういう棋士と対戦するっていうのは理屈ではわかるんでしょうけれども、そういう斎藤八段と、しかも単に記録取ってたじゃなくて、名人戦の記録を取った斎藤八段と対戦するっていうのはなかなか、まだ半年も経ってない出来事です。半年経ってないですよね。半年経ってないですよね。はい。ちょっとそういう意味ではちょっと面白いかな、注目だなっていう感じはしますね。なんか二人ともやっぱり、まあ、現代的っていうか、序盤からの研究がめちゃくちゃ深いので、なんかこう、研究での、どちらがペースを握るのかっていう、そこの水面下での、序盤の戦いっていうもので、どっちがどうなるかっていうのもなんか見たいところですね。そうですね。はい。二人とも居飛車党で、まあ、どんな研究が飛び出すか、まあ、まずまあ、振り駒かなということにはなりますけど、そうですね、結構そういうのが先見になるかなってきますよね、というところが注目ですね、まずは、はい、あと、まあ、女性ファンの多い関西を代表する女性ファンの多い2人なので、女性は見逃せないというか、というわけでもないんでしょうけど、なんか華やかな盤上という感じもしますね。あと斎藤八段はね、この間ご結婚も発表されて、そうですね、先ほどの久保先生の話じゃないですけども、はい、当然ながら新しいそのやるぞっていうところにはなるところだと思うので、はい、これからの活躍はどうかというのは楽しみなところですね。もちろん順位戦での活躍も含めてですけど、楽しみなところです ね, ですね、はい、はい、斎藤八段は、今月藤井竜王との A 級順位戦の対戦も、控えているので、この配信の、後にですね、おそらく対戦があるんですけれども、まあ、結構注目対局、本当に
今季の A 級順位戦の挑戦権争いの上でも、こう、大注目の一戦ですけどね、その、まあ、もちろんこの今回は朝日杯の話なんですけれども、順位戦に関しても、ちょっと注目していただければな、というところですね。こちらが G ブロックですね。はい。となります。はい。そして、最後に H ブロックですね。H ブロックをお願いします。こちらが H ブロックで、まあ、今年ですね、永世名人、をですね、襲名、17世名人をですね、名乗ることになった谷川浩司、17世名人の名前があります。はい。谷川17世名人は、この永世称号資格保持者、まあ実際も名乗っている、永世称号を名乗っている棋士ということで、まあ、二次予選シードとなっています。そして、船江六段は、前回二次予選を勝ち抜いた棋士ということで、まあ、今回シードとなっています。はい。で、大石七段と西田五段は一次予選勝ち抜いたということですね。はい。で、そうですね。まあ、西田五段で言いますと、この朝日杯でベスト4の経験がありまして。そうでしたね。はい。まあ、西田五段は振り飛車党ですけれども、まあ本当にこう、まあ一言で言うとよく勝ってる棋士の人だと思いますし、うん、まあ順位戦でも C 級1組に、上がりましたし、まあそういう振り飛車が、そうですね、どんな振り飛車を見せるのかなというところですけども、やはり、まあさっき久保九段のところでもちょっと触れましたけど、振り飛車、というのはやっぱりこう、まあアマチュアに人気のある戦型でもあるということで、まあ、注目、そういう意味でも注目度高いと思うんですが、まあ、相手が谷川17世名人ということで、そうですね、谷川17世名人だと結構、相振り飛車をやったりするときもあるので、ありますよね、はい。ちょっと戦型がどうなるかというのも、ちょっと、そこからまず注目かなという感じはしますけれども、はい。まあ、谷川17世名人、当然のことながら、早指し棋戦でも本当に数々の実績を残しておりますので、まあそうですね、まあちょっと ここ最近はこの本戦の上位に行くということにはなっていないですけれども、また公開対局の経験もありますし、やはりその時には谷川十何世名人の対局姿を見ようということでですね、多くのファンの方が集まったというふうに記憶してますけれども、やはりそういった舞台でですね、また谷川十七世名人の対局姿を見たいという方も多いんじゃないかなと思いますので、まあ、まずは二次予選、まあ、西田五段との対戦ということで、はい、ちょっと戦型面からまず注目かなというところですね。谷川先生で早指しの時の、秒読まれてから着手する時が私個人的にはすごい好きで、秒読まれて、ああ、結構読ま、切迫するっていう時に悠然とこう着手されるんですよね。あれがなんかすごい美しくて、早指しの時はそれをいつも見たいななんて思う棋士ですね。はい。そうですね。なんか先生、谷川九段に、17世名人にですね、いや先生みたいなその話をすると、いやいや、心の中ではもうバクバクですよ、みたいな感じでおっしゃるんですよ。本当ですかみたいな感じで。はい、その、残り数秒読み切って、ゆらっとこう、刺すと、あれもなんかこう、一つのエンターテインメントになってるなって、自分なんか思いますね。でもそういうなんか、羽生九段がいて、安住九段がいて、森内九段がいて、谷川十七世名人がいて、この二次予選にいるっていう、そのなんかこう、構造自体がなんか、まず、嬉しいなというところですね。単純に。まあ、この対局姿が、まあ、美しいというふうによく、谷川十何世名人言われますけれども、でも、なんと言うんでしょうね、結構、美しいって言われても実際どんなもんなんだろうって結構思うところもあると思うんですけれども、まあ、私、感染期を取ったこともあるんですけれども、実際確かにそれは、いや、なんかわかるなっていう感じで、その、なんか悠然としてるというか、なんかまあ、取り乱すところないというか、
なんか本当にこう、まあ、後輩の棋士のにとっては、まあ、お手本となるような、棋士なんだなというのも頷けるところだったんですけれども、まあ、そうですね、まあ、今やはり、対局が動画で中継される機会も増えていますから、まあ、ちょっとこの対局で実際、その動画で中継できるかどうかってちょっとわからないんですけれども、なんか、朝日新聞としては、この谷川十七世名人の対、まあ対局の内容ももちろんそうなんですけども、対局姿っていうのをちょっとなんか、多くの人にもっと見てもらいたいなという感じがしますちね。ょっと動画で見たいですね。なんか結構指先とかを見、わかるような感じの、ちょっとなんか見たいななんて思っちゃいますね、なんか。はい。まあ、やはり谷川十七世名人がタイトル戦とかに出ていた頃は、なかなか対局中継を見られるっていうような環ああ、境ではまそうだですよね。なかった時代、だったので、まあ、やはり動画で中継見られるというのは、まあ、この10年ぐらいですよね、やはり対局の姿を。なので、まあ、当然今タイトル持っ確かてに。る棋士だったり、羽生九段だったり、まあ、そういった棋士の、姿というのは、まあ、見る機会多いんじゃないかと思うんですけれども、なんか今、ちょっと話の流れで思いましたけれども、なんか谷川十七世名人の対局姿というのも、多くの方に見ていただきたいなという気がちょっとしましたね。そう言われてみると、あんまり、まあ、アベマさんとかでもね、もう活躍されて、対局姿を見る、ファンの方が見るケースあると思うんですけど、公式戦の中では、あんまりあるようでないような印象、そんなにはない、まあ、絶対ないってことはないと思うんですけど、そんなにはないので、なんか、これで早指しでってなると、なんか、見てみたいなって、そうでファすン目ね。線になると思っちゃいますね、つい。はまあ、テレビ棋戦とかでね、そうやって、い。見られる機会もあるんそうじゃでなすいかとね。思うんですけれども、はい。まあ、他の棋戦でも、まあ、それこそ、まあ、朝日新聞はこうやって朝日杯ですとか、順位戦とかやってますので、ちょっと機会があれば、ちょっと考えてみたいなというそうふうですに、ね、考えてみたいところですね。思っています。そして、大石七段と船江六段。大石七段はですね、南九段、狩山四段、村田騎手六段の3人に勝って二次予選進出を決めました。大石七段はそうですね、なんかまあ、攻めが鋭いというか強いというか、玉を固めて、なんかこう、どんどん攻めるのがうまいなっていうような、印象を持ってるんですけれども、まあ、順位戦は B 級2組ということで、まあ、B 級2組も結構長くていっちゃ、もう、ああ、何そう組ですちょっとね、ね。いると思うん確でかすに。けれども、まあ、関西の、実力者の一人ということで、まあ、船江六段の方がちょっと年上かな、確か2歳ぐらい上なんじゃないかとそうで思うんすですね、けれど確かも、に。まあ、船江六段というと、まあ、公認会計士の資ああ、格そうですをよね。持っているということでも、とんでもないことですよね。はい。それも知られていると思うんですけれども、そうですね、確か前回かな、朝日杯、でですね、まあ、出場されてましたけど、割と最近の横歩取りとかをよくやられてるのかなああ、という、そうですね。その印象ありますね。印象で、そうですね。確か昨年藤井竜王と1回戦で対戦した時も、確か戦型は横歩取りだったんじゃないかなというふうに、思いまして。そうだったかも。はい。なんか覚えてます。はい。名古屋での、対局、名古屋対局といって、まあ、公開対局で行われる、そうですね、公開対局だったんですけれども、その中で、藤井竜王と、対戦しまして、そうですね、戦型は横歩取りでしたね。まあ、結構、横歩取りでもなかなか独特な、感覚が要求される戦法で、まあ、藤井竜王も時々、横歩取り、ちょっと苦戦しているところとかもあったりはするんですけれども、デまあ、こビのュー後将棋、数年はね、ちょっと手を焼いてた感じですよね。対大橋さんとかとの横歩取りでは、ちょっと分が悪かったとこありましたしね。はい。そうですね。まあ、ただ、まあ、昨年のこの朝日杯では、まあ、
この藤井竜王と船井六段が1回戦で対戦して、まあ、横歩取りを船井六段が採用したんだけれども、まあ、藤井竜王が勝ったということで、まあ、その藤井竜王はまあその次にまあ永瀬王座と対戦して、まあ、それは永瀬、王座が勝ったということ、まあ、先ほどちょっとあの藤井竜王は朝日杯で2回しか負けたことがないという話をしたんですけれども、まあ、その将棋の、がまあ初戦は船井六段だったということですね。はい、ちょっといろいろ話してると思い出すところも出てくるなという感じですけれども、はい、あとそのなんか横取りの話じゃないですけど、大石さんもね、以前はあのダイレクト向かい飛車のね使い手みたいなところもあって、そうです、ね、なんかその、まあ、今精密な将棋っていうイメージがありますけど、そのなんか合法性というか、そういう将棋も得意とされている、まず早指しっぽいそういうのも得意とされているイメージがあるので、なんかその空中戦系というか、そういう豪快な早指しならではの将棋みたいに なると、このお二人なんかちょっと面白そうだななんてこう思ったりするところありますね。はい、そうですね、ちょっと振り駒でまず戦後どうなるか、うん、その後戦型どうなるか、うん、ポイントですね。結構まあ戦型、まあ多分先手でも後手でもこうだろうっていう棋士もいますけれども、ちょっと大石船井戦はちょっとわからない印象がありますね。はい、はい、これで、8ブロック、全て、終わりました。それでちょっと補足なんですが、まあ表はもう先ほど見ていただいたところではあるんですけれども、最初のですね、羽生九段と長谷部四段のところで、長谷部四段が誰に勝って、二次予選進出したかというところをちょっと念のため補足しますと、細かい。上村五段、中村治九段、高野秀幸六段、八代弥七段の4人に勝って二次予選進出と、いうことでした。はい、今ちょっと村瀬記者らしいこう繊細な気配り見せつけられましたね今。まあ最初から言ってくださいって話なんですけど、準備不足なところがありまして、はい、この最後勝って八代七段、まあ、この第10回の優勝者、あ、そうですよね。で、まあ、この優勝者でもね、やはりこの一次予選から出ないといけないっていう優勝経験者でもですか、前回優勝だとまあシードはされるんですけれども、まあ、その経験があっても何回か、規定の成績届かないと、まあ、一次予選から出たりすることもあるということで、まあ、その八代七段も、二次予選この行くかなっていう感じだったんですけども、長谷部四段が、勝って、この二次予選進んだというところでした。そしてもう一人三枚堂七段が、勝った相手は、日浦八段、片上七段、そしてまあ先ほど申し上げましたけれども斉藤飛鳥五段に、勝って、二次予選進出ということでした。はい、これはちょっと先ほど、しっかり申し上げなかったので念のための補足です。はい、そしてまあ改めてですけれども、この8ブロックということで、改めて見てみますと、この、おさらいですけど、その赤い線が引っ張ってあるところが、まあ、関西所属の棋士ということで、そうですね。だから関西所属の棋士が、11人ですか。ということですね。はい。まあ、この、それぞれの8つのブロック勝ち抜いた8人が、本戦に進出すると。で、本戦のシードが、本戦のシードの棋士と対戦するということで、で、ちょっと念のためまた、申し上げますとですね、本戦の、シードの8人はですね、まあ、ちょっと当然ながらここの表にはないんですけれども、この前回ベスト4の永瀬王座、佐藤天彦九段、稲葉八段、そして優勝者の菅井八段、そしてタイトル保持者の藤井竜王、渡辺明名人、あと、前期三角戦優勝者の、豊島九段、豊島九段の NHK 杯優勝、ということで、シードとなっています。そして、まあ、これもちょっとまた、少々分かりにくい規定ではあるかもしれないんですけれども、前回二次予選勝ち抜きで本戦出た棋士の中で、
まあ、実績上位の糸谷八段が本戦シードというふうになっています。はい、ですのでまあ凄まじいメンバーですね。はい、はい、まあ当たり前ですけど。そうですね、はい、まあ結構その場合によってはこのベスト4の顔ぶれがタイトル戦に出たことない棋士とかが多かったりっていう年もあるんですけれども、うん、今回は今回とか前回は割と、まあ順位戦でも上位の棋士が、ベスト4に残ったなという感じでしたね。はい、その8人と、まあ、このご覧になっている表を勝ち抜いた8人が、本戦で16人が、まあ、戦うということになっていきます。はい、で、まあ、二次予選はですね、この、今回発表があってから、まあ、おそらく今月中とかにはどこか、まあ、ひょっとしたら11月になるかもしれませんけれども、徐々に対戦が組まれて、まあ、11月ですかね、11月になってからになると思うんですけど、まあ、本戦進出は決まっていくということになります。はい。ということで、まあ、二次予選の抽選結果の発表、まあ、以上となります。はい。北野さん、まあ、はい、まあ、ちょっとまた、そうですね、二人で取材するということになると思います。そうですね。順位戦と朝日杯と。はい。はい、まあ、順位戦は持ち時間が6時間で、まあ、長期戦ということですけども、この朝日杯は、持ち時間40分、使い切ると1手1分ということで、まあ、スピーディーな戦い。で、まあ、ちょっと内容面でも、こう、そうですね、勢いのある指し手が、お互いに出てくるんじゃないかなというところですけれども、また、そうですね、全く異なるね、時間設定で違う棋戦なので、そういう違う楽しみ方をしていただきたいなというところですよね、この朝日杯と人生に関しては。まあ、ここまでちょっと説明したところもありますけれども、その、一次予選を勝ち抜いた棋士とシードの棋士が対戦するということになっているので、まあ一次予選の勝ち抜いた棋士が本戦に進むのかみたいなところとかですね、それとも二次予選のシードの棋士が、やっぱりその実績がある棋士が上に来るんだなみたいなこと結果になるのかといったあたりもちょっと注目かなというのと、まあ、そして繰り返しですけど、小山まあがどんな戦いですか。いやー、ちょっと大注目すぎますね。はい、そうですね、といったところで、壁は高いですけど、はい、まあ、そしてやはり、まあ、冒頭で出て、どん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 出てきましたけど、その、まあ、やはり、その、そうですね。まあ、現タイトル保持者も当然本戦にいるんですけれども、ここでは、こう、永世称号資格保持者、ビッグネームですね、いわゆる、羽生九段、佐藤康光九段、そして森内九段、谷川浩司十七世名人という、この、まあ、そのタイトル獲得数はもう合計すると百何十期とかになると思うんですけれども、150は超えますね。はい、そうですね、谷川九段でも27とかですもんね。なるほどね。そういうその、まあ、実績の本当にこう、まあ、レジェンドと言えるような成績の、実績の持ち主が、まあ、こうこの二次予選でどういう戦いを見せるのかというのが注目点かなというふうに思います。はい、まあ、間違いなく言えることは、朝日杯ドリームを、に近づく若者を見たいなというところですかね。まあ、優勝っていうところまでまだ、すごく、道のりは遠いですけども、まあ、一言で言うと、4強には誰か、若い棋士が入って、はい、なんかこう、ドキドキさせてほしいなっていうのは、間違いなくあるところですかね。はい。まあ、過去一番はやはりこう、第10回で八代七段が優勝っていう。取りましたからね。あったんですけれども、はい、うん、まあ、そういうことも実際にあったわけですし、まあ、前回だと西田五段が、うん、ベスト4ということで。ベスト4で、有楽町行きましたからね、はい。そうですね。公開対局が行われましたけれども、はい。ということで、まあ、そうですね、やはり、まあ、なんといってもやはりこの若手もいて、ベテランもいてというところで、まあ、どういう棋士が上まで行くんだろうかというあたりに、まあ、ちょっと注目、うん、その、まあ、人それぞれの注目ポイントがあるんだと思うんですけど。いや、本当そうですね。今、紐解くとやっぱそうですよね。はい。はい、
トーナメント表をですね、また後日将棋連盟のホームページにも改めて、アップされると思いますので、まあ、じっくり見ていただいてですね、楽しんでいただければなと。対局の中身も、どんな誰が勝ち上がるかといったところにも、注目していただければと思います。はい、まあ、ということでちょっと長くということで言うと有楽町で会いましょうっていうことですねそんな歌があったましたね。ちょっと今何言ってんだこの人っていう思う人は多数いた可能性はありますが、だいぶ古い曲ではありますが、お許しください、はいはいはい、というわけで、そうですね、もう結構長い時間になったんですけど、失礼しました。いえ、脱線もしましたが、はい。まあ、こうしてですね、単に、まあ、トーナメントを発表するだけではなく、こうやっていろいろちょっとお話も交えながらですね、まあ、あくまで、担当記者ではあるんですけれども、独自の視点ということで、ちょっと思いついて喋っているっていうところも多々あるんですけれども、まあ、8割思いつきですけどね。こんなところに注目すると面白いんじゃないかということを、触れながらですね、この二次予選の組み合わせをご紹介させていただきました。はい。そうですね。じゃあ、このあたりで、この配信を、締めくくりたいと思います。北野記者、どうもお疲れ様でした。皆さん、お疲れ様でした。どうもありがとうございます。それでは、二次予選の、開幕、進行、これからご注目ください。それでは、ここで、失礼いたします。長時間ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。さよなら。手が出ない。